艦艦式とは、軍事パレードの一つで、軍艦を並べて走行する式のことである。国家の祝典の際や、海軍の記念行事の一環として行われるのが、一般的である。現代では、水上艦や潜水艦だけでなく、海軍航空隊の航空機も参加することが多い。かつては、味方の艦隊を観越することにより、軍の士気を高め、国民や友好勢力には、 正教差をアピールするとともに、敵勢力に対する自由行為とすることであった。しかし現在では、他国からの官邸を招き、国際親善や防衛交流を促進することや、自国民の海軍に対する理解を深めることが主要な目的である。主に、受越官邸が停泊し、その間を関越官邸が航行する方法が、世界的には多い方式である。 この他に、樹越鑑定と艦越鑑定の双方が航行しながら艦越する方法や陸上から艦越する方法がある。海上自衛隊の場合には、双方が航行しながら艦越する方法を採用しているが、さらに展示訓練を加えている。艦艦式の起源は、1341年、英仏の100年戦争の最中に、イングランドの王、 エドワード3世が出撃の際、自軍艦隊の異様を観越したことに始まる。また、現在各国で行われている観艦式の様式は、1897年、イギリスのビクトリア上即位60年祝賀の際に、挙行されたものが元となっている。日本における観艦式の起源は、明治元年3月26日に、大阪の天保山の沖において行われたものである。 この時は、明治天皇が陸上から壊越し、呪越艦艇は日本の六隻及びフランス海軍の一隻で、呪越艦艇の葬式艦は、機関電流丸に座上した石井忠明海軍中佐であった。ただし、これ以前の江戸時代初期には、徳川家光等の将軍天覧による幕府水軍の船行列と称する、艦艦式に類似した行事が行われている。 その後、1878年に、当時の海軍卿、河村住義が、海軍の本体である艦隊そのものを天覧に供する、ことで海軍の進歩を図るべきと、大乗大臣三条耳に上進し、その結果、1890年に、神戸沖で実施された、海軍艦兵式が、近代海軍としての艦艦式の始まりである。その次の1900年の式からは、 名称も、観艦,艦式となった。1900年から1908年まで、お召し艦に選ばれた、総甲巡洋艦朝間は、日本海軍の観艦,艦式で最も多数回、お召し艦に選ばれた軍艦である。戦前には、観艦,艦式は明治元年に、天保山沖で行われたものから数えて、全部で18回行われた。特に、 1905年の東京湾外線観艦,艦式と1928年の昭和天皇の即位の大礼に伴う観艦,艦式は連合艦隊に加え外国の軍艦がも参加する盛大なものであった。観艦,艦式ここでは便宜上、正式名称の前に年号を付加して、それぞれの観艦,艦式を区別するの期限2600年特別観艦,艦式を除く。 名称の後に続くのは、実施日と実施場所。また、イギリス海軍より、戦艦グローリー及び、防護巡洋艦ブレーニム、ドイツ帝国海軍より、防護巡洋艦ハンザ、ロシア帝国海軍より、防護巡洋艦アスコリド、イタリア王国海軍より、防護巡洋艦カラブリア、フランス海軍より、防護巡洋艦パスカルが参列した。チン、おやし艦隊を、 越島田演習の成績に考え真空進歩の著名。なるおか水間や境の大勢海軍日進の、運にかいせりなんじらそれますます奮礼もって、賃が持ちに、副藩ことを務めよ大日本帝国海軍の特別艦艦式として有名な写真。ただし、画像中の戦艦、空母が近代化改藻前であり、関列などから見て、実際には、 昭和8年の大演習観艦式のもの。太平洋戦争後は海軍解体に伴い途絶えていたが、1957年10月2日、海上自衛隊により東京湾において再開された。その後、1973年まではほぼ毎年実施されていたが、オイルショックのためこの年を最後に中止された。 1981年に復活し、それ以後はほぼ3年おきに行われている。水上艦艇部隊、潜水艦部隊、航空部隊が参加する。当初は停泊方式であったが、1961年の第3回から艦越部隊、樹越部隊ともに構想しながら実施する移動方式となった。非常に難易度が高く、世界的にも珍しい方式である。 1996年以降は、自衛隊記念日の行事の一環として、陸上自衛隊の中央間越式、航空自衛隊の航空間越式と持ち回りで行われる。観貫式の二帯行事として、平日に二度の予行が実施されるほか、青少年体験公開、官邸の一般公開や音楽隊の演奏なども行われる。また、第三回から、 一般市民も公募で上官できるようになった。内閣総理大臣を官越官とし、執行者は自衛官隊司令官または防衛大臣の名ずる会長である自衛官が務める。2005年にはトラファルガー改正200周年を記念する国際官官式がイギリスポーツマスで行われた。大韓民国では1998年2008年、 2018年に国際観艦,艦式を開催した。中国人民解放軍海軍創設70年の記念行事として2019年4月23日に山東省沈汰沖で行われる国際観艦,艦式には中国海軍からは1隻目の空母、遼寧や新型の駆逐艦など32隻が参加する。中国メディアは 海外から官邸を派遣する国として、日本やオーストラリア、ロシア、ベトナムなど13カ国を挙げている。指揮官陳金流中国人民解放軍の軍人、海軍中将、中国人民解放軍海軍司令員。駆逐艦司隊司隊長、旅順保障基地司令員、大連官邸学院委員長、南海艦隊司令員を歴任した。艦艦号 2D 型駆逐艦。 青年。中国共産党中央軍事委員会主席、習近平は本館に乗り込み、国際観艦,艦式を観越した。AB 佐は菅野城、海軍70年師団、文政同士社、P21 明治2年の外戦整列式を含めると、全部で19回。この一覧は、海軍歴史保存会、日本海軍史、第11巻。 p32 から33による、当時偽装中であったが配管及び登場用として参加。明治37.8年改戦史、国秘明治37.8年改戦史、第11部選挙区西巻一第一編改戦前史アジア歴史資料センター FC05110200200 画像三神戸市。 昭和11年海軍特別大演習艦艦式、神戸市記念市、神戸市編、P30 昭和11年の参加艦艇一覧は、神戸市編、昭和11年海軍特別大演習艦艦式、神戸市記念市、P31、P99 による。英福聖夜、艦艦式、日本海軍、海上自衛隊、諸外国海軍の特徴等。 ニズコメンタリー百六二 h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.nids.mod.go.jp スラッシュパブリケーションスラッシュコメンタリースラッシュ pdf スラッシュ COMMENTARY106.pdf com、uh、自衛隊の霊式に関する訓練第三章第五節十四回までは全皇帝上官東京五輪開催に伴い 朝霞訓練場で2019年度、中央関越式が実施できないため、2018年度予定だった自衛隊観艦,艦式と順序を入れ替える措置を行い、2018年度に中央関越式を行ったため、令和元年度自衛隊観艦,艦式の中止について、中止となるのは1958年11月2日と1959年11月1日に、 続き3回目事前公開についても、同台風による安全確保の問題から中止となったの中止について、中国海軍官邸自衛隊艦艦式発参加で10年ぶり、日本に寄港。 n h k ニュースウェブ、h t t p s w w w 3 n h k o r j p n e w s h t m l 2 0 1 9 1 0 1 0 k 1 0 0 1 2 2 0 8 9 1 0 0 0 h t m l 2 0 1 9年10月13日閲覧。ありがとうございます。